ノース・トナ・アンダは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の北西部、ナイアガラ郡の都市である。2010年国勢調査で、の人口は3万1568人だった。バッファロー・ナイアガラホールズ大都市圏に属している。市の南側境界になっている、トナ・ワンダ・クリークからその名前が取られている。トナ・ワンダとは、セネカ族インディアンの言葉で、早く走る水を意味している。 トナワンダクリークはナイアガラ川の支流であり、エリー運河が建設されて水流が制御されるようになる。前までは大きな急流があった。ノーストナアンダ市は過去の主要産業が製材業であり、エリー運河最盛期には古代古最大の港だったので、木こりの都市を自称してもいた。ガンドリー通り沿いには木材貴族が建てた邸宅が並んでおり、ガンドリー通り208にある ケントプレイスはスタンフォードホワイトの設定である。2009年にクラス A ニューヨーク州フットボールでチャンピオンになったランバー・ジャックスが本拠地にしている。地社会の街路標識にはカルーセルの故郷と記して訪問者を歓迎している。1809年に最初の開拓者が到着した後、ノーストナワンダは1836年5月から、 ナイアガラ郡ホイートフィールドの町の一部となった。1854年1月から1857年4月まで、ナイアガラ郡に入るホイートフィールド町の部分と、エリー郡トナワンダ町に入る部分というふうに、二つの郡と二つの町に入る部分がある村を作る試みは失敗した。この経験により、ニューヨーク州がノーストナワンダの部分をビレッジから外した。 伝承によれば、商人の間の論争が原因だったが、二つの異なる、軍と二つの異なる町にある、地域社会の組み合わせが扱いにくいものだった。1865年5月8日に村になった後、1897年4月24日に、ノース・トナワンダ市として法人化された。ノース・トナワンダは、エリー軍がトナワンダクリークの北岸にあり、エリー軍、 トナワンダ市やアムハースト町とは対岸にある。ノーストナワンダの北と東はホイートフィールド町と接している。ナイアガラ川が西の境界となり、トナワンダクリークが南の境界である。ナイアガラ郡では人口で第2位の都市である。ノーストナワンダは木材の都市として知られている。19世紀の半ばから1970年代まで木材を利用できたので、 その輸送と発送の重要な中心地となっていた。アメリカでは、回転木馬の主要メーカーだったハーシェル・スピルマン社、アラン・ハーシェル社の誕生地であり、現在は、ハーシェル回転木馬工場博物館がある。1888年、ハーシェルが祖国を出た、ベルギー人、ユージーン・ド・クライストを、ノースト・ナワンダに創生成し、ノースト・ナワンダ・バレル・オーガン工場で、バンド・ールガンの製造を始めた。 クライストが1906年にノーストナワンダ市長になった後、工場を1909年にルドルフ・ワーリッツァー社が買収し、ワーリッツァーは世界最大級の楽器メーカーとなった。ノーストナワンダを発祥地とする150社以上の製材会社の一つ、レイ・イチ・ベネット木材社がプレハブ家屋を製造して70年間アメリカとカナダで販売した。リチャードソン・ボート、 バッファローボルト、デュレズケミカル、ナショナルグラインディングホイール、テイラーデバイシーズ、インターナショナルペーパー、トナワンダアイアンスティール、リバーサイドケミカル、など数多い成功したメーカーがノーストナワンダを故郷としている。ナイアガラフロンティアの鉄道博物館が、オリバー通りにある1923年建設、エリー鉄道駅を使っている。ウェブスター通りのリビエラ劇場と、 芸能センターは、イタリアルネッサンス様式の建物を改修したもので、あり、演劇、コンサート、映画などの催しを行い、1926年製作、マイティワーリッツァーオルガンを使って、毎月オルガンコンサートを行っている。この劇場は、サイレント映画に使われた、ニトレートフィルムを映写することができる映写機がある。ことでは、国内でも数少ない映画館の一つである。 ゴーストライト劇場は100年前の教会を使ったコミュニティ劇場である。元のカーネギー図書館はカーネギー芸術センターとなっている。EEB グリーンが設計した建物はバッファロー鈴木弦学アートセンターとなっている。中心街では芸術コミュニティも活発に活動している。ノーストナーンダ歴史博物館は 中心街歴史地区の中心であるウェブスター通りの元の GC マーフィ会社店舗ビルを使っている。ノーストナワンダの公園はアメリカ合衆国 c b 戦に捧げた記念碑、海兵隊に捧げた記念碑及びベトナム戦争の退役兵に捧げたものの、あるベテランズ公園エリー運河に沿ってあり、毎年7月の運河祭、無料コンサートその他の活動があるゲートウェイ。 ハーバー公園、ナヤガラ川に沿った広さ53エーカーのグラットウィック、リバーサイド公園、パインウッズ公園、メイヤーズ公園、ボートのリバーのあるノーストナワンダ植物園がある。2007年、ノーストナワンダ歴史博物館が、解説本、ノーストナワンダ木材の都市を制作し、販売している。アイスホッケーのバッファローノースメムはノーストナワンダで、 ホームゲームを行っていた。ノーストナワンダは昔からサンダウンの街である。エリー運河のゲートウェイハーバーノーストナワンダ市は北緯43度2分28秒整形78度52分8秒、北十43.04111度整形78.86889度、43.04111-78.86889に位置している。エリー運河が 市の南側境界と東側境界の大半を定義しており、東側の残りはスイーニー通りとオールドホールズ王通りである。ナイアガラホールズ王通りが北東の境界になっている。北側境界の大半はホーブステラスのすぐ上を東西に走る線であり、大半はルール道路に並行している。北側境界の残りはウォード道路からウィットマー道路に走る短い、 北西寄りの線である。西側境界は、ナイアガラ川であり、ウィットマー道路に並行する、すぐ西の線である。市の南西宮には、トナワンダ島があり、本土とは、リトル川で隔てられているが、市に属している。ホイートフィールド町とペンドルトン町の南部は、ノーストナワンダと同じ郵便番号の14,120を使っているので、境目がわかりづらいことがある。 ノーストナワンダには多くの歴史的邸宅や墓地がある。1908年に設立されたノーストナワンダ市マーケットはナイアガラ軍最古のファーマーズマーケットである。年間を通じて週3回開催されるが夏や初秋は繁華であり70地域以上の農夫が販売している。市内には多くのアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される資産がある。その中には カーネギー図書館、ディックブロック、ハーシェル回転木馬工場博物館、ハーシェルスピルマンモーターカンパニーコンプレックス、リビエラ劇場、ノーストナワンダ郵便局などがある。ワーリッツアオルガン工場は、現在様々な軽工業、ハイテク工業、商業企業に貸し出されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ノーストナワンダの公立学校としては、ノーストナワンダ高校、ノーストナワンダ中学校、ドレーク小学校、メドー小学校、スプルース小学校、オハイオ小学校がある。ありがとうございます。